つもご視聴いただきありがとうございます。ここは千葉県銚子市の銚子駅です。先ほど12時前にこの潮騒号に乗って銚子に到着いたしまして、これから例の銚子電鉄に乗るんですが、銚子電鉄に乗る際は別の会社なのでそのまま一旦改札を出て、1日乗車券でも買おうかなと思ったんですが、今駅員さんにお尋ねしたところ、このまま階段を渡って別のホームから銚子電鉄の電車が発車していくんですが、その時にですね、運転されてる方にその旨言ってくださいということで、特に銚子駅の駅のところで切符を販売したりということはないようです。で、跨線橋を渡って2番乗り場から少し外れたところに銚子電鉄がこの発着していきます。銚子という町はね、非常に有名な町です。醤油の町としても有名ですし、少し古い世代の方ですと、野球で銚子商業が非常に強いという時期もありましたんでね、元読売ジャイアンツの篠塚敏夫さんとか、あとその名前その通りなんですけど、銚子さんという横浜太陽ホエールズで活躍された方もいらっしゃった記憶があります。いや、会えました、銚子電鉄に。この今ね、2番線3番線、ここに千葉まで向か成田線経由の、これはどこまで行くんだ、千葉行きですか、2時間ぐらいかかるんですよね、普通列車で。そこから、あれ IC、 これはあの JR の場合はスイカとかで行けるんですけど、でね、買って出ましたんで、とりあえずこのまま中に入っても大丈夫です。銚子電鉄の銚子駅の駅舎というか、絶対に諦めない銚子駅と書いております。もうくれぐれもね、スイカ、パスモのなどの交通系の IC カード、それは利用できません。それとですね、こういう風な時刻表が、だいたい1時間に1本程度というものですね。なんか重しにね、終点の十川まで行っても350円なんですよ、片道が。で、1日乗車券が700円なので、それでね、乗った方が僕はよろしいのではないかと思います。この電車はもう本当にね、古い年代の車両で、もともとは京王線で走っていた車両だったようです。で、京王線から四国の愛媛県松山を走る、伊予鉄道というところに譲渡されて、その時にですね、京王線の線路幅がもともと1372ミリだったものを、伊予鉄道が1067ミリ、この国鉄 JR と同じ期間なので、その際にこの台車を変えてね、1067ミリで走れるようにして、で、その後に、この銚子電鉄にやってきたという、もう本当に長生きの車両です。ということで、この玄海鉄道に乗ってですね、12時20分発です。それで、まずは十川の方まで向かっていきますが、房総の休日号という案内が出てますね。もう本当にこの、とりあえず2両編成の電車、一番前まで行ってみます。一番前はね、貫通扉がついている関係で、ちょっと顔立ちが違います。顔立ちが違うんですが、どっちみちこの慶応の顔は確かにしてますね。ただ気になったのがね、このカラーリングなんですが、これ西武の赤電とほぼほぼ同じカラーリングなんですよ。子供の時に西武国分寺線をこの見ながら育ったんですが、その時のね、電車にも非常によく似ていて、なんか懐かしい、初めて乗る線路なんですけどもね、懐かしいこの
なんですかね、すいません。言葉が見当たりませんのでね。では、中に乗っていこうと思いますが、乗務員さんがね、そちらで切符などを販売されていらっしゃいますが、おそらくね、スーツさんの YouTube とかでも出演されていた係員の方だと思います。あと、発車まで3分ほどなんですが、この2002というこの編成が、リアルに故障した車両そのものだそうです。で、今、中でですね、この1日乗車券を買わせていただきましたが、やはり販売されてた係の方、女性の方なんですが、YouTube チャンネル、銚子鉄道もされていらっしゃいまして、そこでね、お出になったりされている方です。1日乗車券700円なんですが、千円札で買われる方が非常に多いので、できればですね、高価でお釣りが出ないようにあらかじめご準備されるとよろしいと思います。あとですね、このような、6キロ弱の距離なんですが、1,2,3,4,5,6,7 途中8駅ですね。終点の十川まで行きます。全面展望なり撮影したいところではあるんですが、残念ながら今の時期なのでこういうふうなねことがあって、ここにもぬいぐるみがいらっしゃって、ここから先には行けないよ、行かないでというような案内が出ております。20分ぐらいで走り抜けるようです。古い車両ではあるんですが、今の時期は必要ありませんけども、きちんとね、冷房装置もついていたりいたします。冷房改造はおそらく硫黄鉄道の時にされたんですかね。冷房装置の作りというのもだいぶ古い作りです。銚子電鉄の各駅には正式な駅名のほか、ネーミングライツにより副駅名がついております。正式な駅名の下に小さい字で副駅名もご紹介しておりますのでご覧ください。
今車内の案内でですね、醤油の匂いが漂ってくるというようなご紹介もあったんですが、今日日曜日なのか、それはないですね。近くにヤマサの工場もあるそうです。撮影されていらっしゃる方も多数おられます。左側の車両は動いてるやつなんですかね。車内の継ぎ目も電車は次の間を通って上り坂をゆっくりと走っていきます。まもなく進行方向左手、市街地の向こうにほんの一瞬ですが金沢の河口と海の景色が見えてまいります。風車が今見えるんですが、その先あたりが利根川の河口ではないかと思われます。次の元調子駅はタレントのヒロミさんが24時間の時に古くなった駅舎をリフォームする企画で大変な話題となりました。大正ロマン風に美しく生まれ変わった神田町の駅舎をぜひご覧ください。利根川が確認、僕の 目からは見えるんですが、皆様はいかがでしょうか。
ご乗車ありがとうございます。これより先、電車は緑のトンネルといわれる銚子電鉄で一番人気の区間を走ります。電車の一番前、運転席の前方を見ると、まるで森の中を走っているようなメルヘンチックな景色を見ることができます。次は坂上黒ハエでございます。入り口は左側です。この駅には駅係員がおります。時間調整のため少々停車いたします。12時32分の発車となります。車内暖房維持のためドアは一番前のみ開いております。左側の運転手さんの後ろの、ね、車高膜がありますし、まあ、決して、ね、この一番前の席もガラス窓も、ね、大きくないので一番前の景色を撮影するということにはあまり向いていないのかなと思います。お待たせいたしました。12時32分発下り十川駅、まもなく出発をいたします。ご利用のお客様、ご乗車になりましてお待ちくださいませ。西足賀島、見えないことで未来を開く芦沢ハインテック株式会社西足賀島でございます。降り口は進行方向運転室後方のドア右側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。これより先、沿線では秋から春にかけてはキャベツ畑、夏はトウモロコシ畑が広がり、のどかな風景を車窓から見ることができます。冬暖かいという気候を生かした柔らかい春キャベツは全国一の生産量を誇っています。次は見えないことで未来を開く芦沢ハインテック株式会社西足賀島に停車いたします。銚子市民センターへはこちらでお降りください。ホームが段差となっておりますのでお降りの際はお気をつけください。
時の景観を誇る浅島の海岸周辺は明治大正時代の文人たちが滞在した場所で知られています。道路の他では銚子出身の宮田学校を持ち小川町の小鳥学校の楽しみや杉田優の連絡施設の実現を巡る観光を進める。お降りのお客様は車内にお忘れください。
忘れ物のないようお気をつけ願います。まもなく犬吠埼駅到着です。終点の一つ手前、犬吠に到着いたしましたが、終点の外川よりもね、この犬吠崎の最寄りだとか、施設がありますんで、ね、半分以上の方がこの犬吠で下車されました。ちょっと腰掛けてみたんですけどね、昔ながらのこの車両のふかふか感っていうのがあるんですかね。最近の電車ですと割と硬い乗り心地の椅子が多いんですが、ふかふかでした。通常の切符でご乗車された方は、この外川に着くまでの間に、先ほどの係の方がね、女性の方が、回収されてましたし、1日乗車券で、乗車されている方もですね、これを係の方にこの提示して、終点で降りるという流れになっております。終点の外川です。終点の外川に到着いたしましたが、この電車が先ほども申し上げたように、リアルにその故障して2編成しか動いていないうちの故障した1編成だったそうです。でも乗る分にはね、特に冷房装置もありますし問題はございません。でサボというこういうね、差し込み式の行き先表示の他に、まあ、これはいつ取り付けられたのかわかりませんが、おそらく慶応時代にはなかったと思いますが、字幕式、幕位式のね、行き先表示もあったりいたします。それとやはり塗装もね、ところどころでこの剥げていて、それを修復しているというのもねあります。昭和37年の車両ですね。こちらの編成が日立製作所で作られて、まあ、こちらが日本車両で作られたというその 名板というかね、それがあります。残念ながらね、他の標識というのは確認取れなかったんですが、今回例のトラブルが起きた後に、まあ早いタイミングでこの銚子電鉄にお邪魔させていただいたんですが、もう本当にこの、
まあ、去年の夏でも四国でローカル線に乗った時の印象と合わせてね、もう僕自身思うことは、もう地域の方が乗るというのももちろん大切なんです。ただ残念ながらこの銚子電鉄の沿線を見たところでも、やはり車が普及している車社会なんですね。なので申し訳ないんですけど、多分銚子電鉄が仮に廃止されたとしても地域の方というのはほとんど困られないと思うんです。なので、まあ、乗って残すというのが本当に大前提になると思うんですが、これは地域の方ももちろんね、普段車を使うのが3回あったら1回は乗っていただくとか、あとはもう鉄道好きな人間でこの調子に来てね、バックアップしていくしかないんじゃないかなとつくづく思いました。また銚子電鉄のこの頑張っている車両は銚子駅に向けて折り返し出発していきました。次の電車がだいたい1時間後ぐらいなので、まあ、その間ね、ここら辺周辺散策しようかなと思っておりますが、こちらには以前銚子電鉄をこので活躍していた古い車両が走っているみたいです。ということで、この銚子行きの電車を見送ってこの動画は以上とさせていただきます。また銚子電鉄に関係した動画もたくさんこの後出しますんで、まあ、アップロードは前後すると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは月額490円でメンバーシップを開設しております。メンバー様にはたまにメンバー限定の動画を公開しておりますが、それ以外現状特にこれといった特典はございません。メンバーシップの収益については、撮影費用の一部など当チャンネルの運営費として使わせていただいております。もしよろしければ、そういった点ご理解の上ご入会ご登録いただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録やグッドボタンなどぜひよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。